そこは一つ歯車がこう噛み合っていけばね、本当にいいねこう傾向につながっていくと思います。ルベルト監督はコメントをしていました。前半45分がスタートしました。展開変えようとして阿部から前線へ谷口クロス入れてきて、ヨメラのヘッド、高木抜けてきた。どうですかね、黒崎選手がパンチングできなかったところ、最後どうですかねこれね。早川選手の脇に当たって、その前でもしっかりね入り込んでましたしね。はい、まあ、中盤もその立ち位置にうまく取りながら、お、うん、奪って三角中野を見た、いいボールじゃないですか、中野届いた、中野が浮かせた、うーん、どうだ、うーん、ループでねそこアウト回転かけながら、まあ、このワンタッチも素晴らしかったですし、再三やっぱこう背後っていうところはね、まあ、チーム全体でまあこう共有はできてましたから、まあ、そういう中でやっぱそこでね今こう新潟の方にスカンドボール取られましたけど、まあ、サイド奪っていった中で、あ、こういうところですね、パスを取ったのは高木、谷口、逃げて、谷口のシュート、ナイスキーパー、まあ、堀米のプレッシャーもありましたけれども、パスヘディング、また早川、ただ切り、先ほど逆ですけどね、またこう合ってますからね、ここで前半終了です。奈良橋さん、前半来たかったけれどもっていう、はい、まあ、新潟のサポーターの、まあ、子どもたち、それからサポーターの皆さんにもまた勝利を持って帰って、真ん中で物が受けた、左足に持ち替えた、パス、中野引き取った、小野が抜けてきた、小野のシュートだ、これもっと決定機でしたけどね、そこのもとやり合いにはなってくると思いますけどね、はい、高高弘前を見て中に入れようとしましたが、小島が奪う、ハスキッチを狙う、抜けてきた、ハスキッチ、阿部選手もね、ここ 出ないちょっとこう躊躇しましたけどね、はい、まあ、しっかりとキーパー見て落ち着いて決めましたね。堀米広げた、高木ワンタッチ、本間でありますね、本間カットイン、本間シュート、見せた、いや見事、分かりきってますけどね、すごいやりきりますからね、この選手は、はい、まあ、見事振り抜きましたし、これは栗谷選手はノーセーブですよね、ノーチャンスですね。本間もこちらに来て藤原を使う、折り返し、ボレー、ミト、本間、間で星がもらいたがってますが、ミト抜けてきて、こぼれている、空振り、さらに行く、箱でシュートだね、まあ、この仕掛けですよね、まあ、相手がずっと下がった中で、まあ、水戸選手がね関わって、まあ、一つやっぱそこ遅らされましたけどね、まあ、しっかりとこぼれ球反応しましたしね、ここね、まあ、人数もしっかりかけてましたし、ここの反応も早かったですよね。フレッシュな選手がねこう関わりましたから、残り時間少なくなってきています、4分台、試合終了、